はいこんにちはパソケンです今回この動画では windows11 で写真や動画の管理閲覧ができるフォトアプリの使い方についてご紹介していきますパソコンに保存してある写真や動画のデータはフォルダを開いて中身を確認することができますがこのフォトアプリを使うことで複数のフォルダに保存された写真や動画のデータをまとめて管理閲覧することができます そしてこの動画ではパソコン内の各フォルダに保存された写真や動画をフォトアプリで閲覧できるようにする手順その後にフォトアプリを使って SD カードや USB フラッシュメモリ内にある写真や動画のデータを取り込む手順について説明していきますまず一つ目にパソコン内の各フォルダに保存された写真や動画をフォトアプリで閲覧できるようにする手順を説明していきます スタートをクリックしてフォトアプリを起動します。ピン止め済み一覧にある場合は、この中からフォトアプリをクリックします。ピン止め済み一覧にない場合は、右上の全てのアプリをクリックします。そして全てのアプリ一覧からフォトアプリをクリックします。これがフォトアプリを開いた画面となります。画面左側にはいくつかメニューがありまして、一番上に全ての写真という項目があります。全ての写真項目では、 フォトアプリ内で登録指定したフォルダ内の写真や動画ファイルを一覧で確認できる項目となります。フォトアプリを初めて起動したときは、ピクチャーフォルダ以外は登録されていないので、写真や動画のファイルが保存されたフォルダをこれから登録していきます。フォルダを登録するには、画面左側のメニューから、フォルダの項目をクリックします。先ほど言ったように、初期設定では、 ピクチャーフォルダしか登録されていませんのでこのピクチャーフォルダ内にあるファイルしか全ての写真で閲覧することができませんなので新しくフォルダをして追加していきますフォルダを追加するの項目をクリックしますフォルダの選択画面が出るので登録したいフォルダをクリック選択していきます例えばデスクトップ画面にある写真や動画のデータのフォルダを登録したい場合は フォルダの選択画面でデスクトップの項目をクリックします。そしてデスクトップにある対象のフォルダをクリック選択します。選択したら画面右下にあるフォルダの選択ボタンをクリックします。これでフォルダの登録追加が完了しますが、このままでは今追加したフォルダがフォトアプリで反映されませんので、フォトアプリを再起動します。画面右上の×ボタンで閉じます。そしてもう一度フォトアプリを開きます。 フォトアプリを開き直すと先ほど登録した新しいフォルダがこのフォルダ一覧に追加されていることがわかりますこのようにフォルダを追加していくことでこちらで登録されたフォルダの中身を全ての写真一覧でまとめて閲覧をすることができます次にフォトアプリに追加登録したフォルダの登録を解除する手順を説明していきますフォルダの登録を解除するには左側のメニューから 対象のフォルダを右クリックしますそしてメニューにあるフォルダを削除をクリックしますそして確認画面が出ますのでもう一度削除をクリックしますこれで今選択したフォルダの登録がフォトアプリから解除されますまたこの登録解除の作業を行った時もフォトアプリは再起動しないと設定が反映されませんので一度閉じていただいてもう一度フォトアプリを起動します 再起動するとフォルダー一覧から先ほど解除したフォルダーが消えていることがわかりますまたフォルダーの登録を解除しただけなので元々のフォルダがパソコン内から削除されることはありません次に SD カードや USB フラッシュメモリから写真や動画を取り込む手順について説明していきますフォトアプリを開いた状態で SD カードもしくは USB フラッシュメモリをパソコンに接続します 接続が完了すると左側メニューの外部デバイスの項目に今接続した SD カード名などが表示されますのでこちらをクリックしますこれで画面右側が切り替わりましてこの SD カード内に入っている写真や動画ファイルを確認することができますそしてこの一覧からパソコンに取り込みたい項目を選択していくんですがその前に取り込む先のフォルダを準備しておきます取り込む先のフォルダについては フォトアプリに登録されたフォルダ一覧からとなります。なので、もともと登録してあるフォルダ以外に新しくフォルダを作成してそのフォルダに取り込みたい場合はこちらからフォルダを追加していく必要があります。フォルダ自体を作成していない場合はまずフォルダを作成していきましょう。例えば SD カード内の写真をデスクトップ画面にあるフォルダに取り込みたい場合は まずそのフォルダをデスクトップ画面に新しく作成しますデスクトップ画面何もないところで右クリックしメニューから新規作成にカーソルを移動しますそしてさらに隣に表示されたフォルダをクリックしますこれで新しくフォルダが作成できましたので必要に応じてフォルダ名を変更してくださいフォルダの作成と名前の変更ができたらフォト画面に戻りますそして今作成したフォルダを このフォトアプリに登録していきますので、フォルダの項目をクリックして、画面右側にあるフォルダを追加するをクリックします。フォルダの選択画面が出るので、デスクトップの項目をクリックします。次に今作成したフォルダ名をクリック選択します。そして画面右下にあるフォルダの選択ボタンをクリックします。追加できたら設定を反映させるために、フォトアプリをもう一度起動し直します。 再起動後にフォルダ一覧で新しく登録されていることを確認したら左側のメニューから SD カード名の項目をクリックしますそして画面右側の写真や動画一覧から取り込みたい項目を選択していきます選択するには各項目の右上にチェックボックスがありますのでこちらをクリックすると選択していくことができますそして取り込む写真や動画のデータを選択したら 画面右上にある項目の追加ボタンをクリックします次に取り込み先のフォルダを選択します先ほど用意した取り込み専用のフォルダをクリック選択します選択したら画面下にあるインポートボタンをクリックしますインポートが完了すると画面下に全て完了しましたと出るのでこれでインポートが完了となりますこれで取り込みが完了しましたので今選択したファイルのみがこのフォルダに取り込まれて表示されていることがわかります またフォルダ一覧に登録されていますのですべての写真をクリックしたときにもこの中に対象の写真や動画が一覧で表示されますまたすべての写真一覧からもっと拡大して確認するには対象の項目をダブルクリックするとこのように写真を大きく表示して確認することができます動画ファイルに関してもダブルクリックすることでその動画を再生して確認することができます 以上が写真や動画の管理、閲覧ができるフォトアプリの使い方となります。この動画を見ていただいて参考になった方は、いいねボタン、チャンネル登録をお願いします。